白田優羽生結弦とのコラボを熱望2大スターが見せる未来の舞台手紙1枚が示す羽生結弦の思いやり共演者への感謝の証プロフィギュアスケーターの羽生結弦と俳優の白田優が共演したアイスショー「ファンタジー・オン・アイス2024」での出来事は観客だけでなく SNS 上でも大きな話題となりました2人が共演する姿を見たファンたちは その美しい調和と気品にあふれた二人の姿に感動し、多くのコメントを寄せました。特に、白田優が羽生譲るから受け取った直筆の手紙について語ったエピソードは、多くの人々の心を打ちました。現代において、手書きの手紙を送るという行為は非常に珍しく、時間と労力がかかるものです。しかし、羽生はその手間を惜しまず、共演者一人一人に感謝の気持ちを込めて手紙を送り続けています。 この気遣いは、彼がただの優れたアスリートではなく、真に人間的な魅力を持った人物であることを示しています。ハニュユズルは、その卓越したスケーティング技術と表現力で世界中のファンを魅了してきましたが、それだけではありません。彼の人柄や他者への思いやりもまた、多くの人々に愛される理由の一つです。白田優斗の2ショット写真が公開された際、 ファンたちはその麗しい姿に驚きと感動を覚えました二人とも美しい容姿と才能を持ち合わせておりその組み合わせはまさに神踊り獅子と表現されるにふさわしいものでした白田優が羽生結弦から受け取った手紙には丁寧に書かれた感謝の言葉が綴られていましたその字の美しさにも触れ字までおきれいと感嘆する白田の言葉が印象的ですこうした細やかな気遣いは、 羽生がどれだけ共演者を大切に思っってていいるかを物語っています。ューはただスケートを披露するだけでなく共演者一人一人に対しても深い敬意と感謝の気持ちを持って接していますこれは彼が常に他者を尊重し周囲の人々との良好な関係を築こうと努力している証拠です羽生のこうした姿勢は彼がどれだけ忙しくても変わることはありません態度なスケジュールの中でも手紙を書いたり 花を贈ったりする時間を見つけることは、並大抵のことではありません。それでも羽生はそれを続けることで、共演者やスタッフとの絆を深め、チーム全体の士気を高めています。このような気遣いがあるからこそ、羽生の周りには常に素晴らしい人々が集まり、彼のパフォーマンスも一層輝きを増しているのです。白田優もまた、羽生譲との共演を通じて、彼の人柄に深く感動した一人です。 初めて生でロ田の歌声を聞いたファンからはその美しい声に魅了されたという声が多く寄せられました彼の歌声はまるで魔法にかけられたように聴くものを引き込みファンタジーの世界へと誘いますそんなロ田と羽生が共演することでショーはさらに夢のような空間となり観客はその魅力に心を奪われましたーとシのコラボレーションは、 まるでディズニーの実写版を見ているかのような錯覚を覚えるほどに完璧なものでした2人ともその美しい容姿と気品ある立ち振る舞いで多くのファンにとって憧れの存在となっています今回のショーでは2人の共演シーンがなかったことを残念に思う声もありましたがその期待感が次回への楽しみを増す要素となっています今後2人の共演が実現すればそれはまさに夢のような瞬間となることでしょう さらに羽生結弦が白田優に送った手紙だけでなく共演者全員に対しても同じように手紙を送っているという事実は彼の気遣いの細やかさを象徴しています共演者たちはこの手紙を受け取ることで羽生の感謝の気持ちを直接感じることができそれが大きな励みとなっているのです白田優もこの手紙を大切にし羽生の人柄を尊敬しています彼らのこうした交流は 単なる仕事上の関係を超えた深い信頼と尊敬に基づくものです羽生結弦の直筆の手紙には彼の感謝の気持ちとともにその人柄が表れています手紙を受け取った共演者たちは羽生の誠実さと優しさに触れ彼への尊敬の念を一層深めています現代において手書きの手紙を書くことは非常に希少でありその行為自体が特別なものです羽生はその手間を惜しまず 常に感謝の気持ちを伝えることで周囲の人々との強い絆を築いていますファンタジーオンアイス2024の成功は羽生譲ると白田優だけでなく他のアーティストやスタッフの努力の賜物でもありますショーに参加したすべての人々がそれぞれの役割を全力で果たし一つの素晴らしい作品を作り上げました特に羽生のスケーティングと白田の歌声が融合した瞬間は 多くの観客にとって忘れられないものとなりました今後も彼らのコラボレーションが実現することを願ってやみませんまた羽生譲るの気遣いのエピソードは彼がどれだけ他者を思いやる心を持っているかを如実に示しています共演者一人一人に対して感謝の気持ちを伝えるために手紙を書き花を贈るその姿勢は多くの人々に感動を与えていますこれからも羽生はその素晴らしい人柄と技術で 多くの人々を魅了しし続けることでしょうそして白田優との再共演が実現すればそれはまた一つの感動的な物語の始まりとなるに違いありません最後に羽生譲と白田優の2ショット写真はただの記念写真にとどまらず彼らの深い友情と尊敬の象徴でもありますこの写真を通じて彼らの絆の強さと互いに対する敬意が伝わってきます今後も 二人の活躍に期待しつつ、その友情が続くことを願っています。ファンとしては、彼らのコラボレーションが再び実現する日を楽しみに待っています。その日が来るまで、私たちは彼らの素晴らしいパフォーマンスと人柄に感動し続けることでしょう。ハニュー・ズルとシロタユー、この二人の共演は、私たちにとって一つの夢のような瞬間であり、今後もその夢が続くことを心から願っています。 彼らの努力と気遣い、そして才能が織りなす世界は、私たちにとって大きな喜びと感動をもたらしてくれます。これからも彼らの活動を応援し続け、その素晴らしい瞬間を共に分かち合いたいと思います。羽生結弦と白田優の絆は、単なる共演を超えた特別なものであり、その友情と尊敬は今後も続いていくことでしょう。彼らが再び共演する日を心待ちにしているファンにとって、 その時は一層感動的な瞬間となることでしょう羽生結弦の優れたスケーティング技術と彼の持つ人間性は多くの人々に影響を与えています彼が常に他者への感謝を忘れずその気持ちを行動で示す姿勢は多くの人にとって模範となるでしょう彼のように忙しい中でも共演者一人一人に直筆の手紙を書きその感謝の気持ちを伝えることは非常に価値のある行為です それは彼がどれだけ真剣に周囲の人々を大切に思っているかを如実に示していますまた白田優も羽生ズルとの共演を通じて彼の人柄に深い感銘を受けています彼の歌声は多くのファンを魅了しその美しさはまるで魔法のようです白田優が羽生ズルと再び共演することでさらに多くの素晴らしい瞬間が生まれることを期待しています彼らのコラボレーションは、 単なる演技や歌だけでなく心と心が通じ合う特別なものとなることでしょう「ファンタジー・オン・アイス2024」での共演は彼らの関係をさらに深めるきっかけとなりましたショーの成功は彼らの努力と共演者全員の協力の賜物でありその結果は多くの観客に感動を与えましたショーを通じて生まれた絆は今後も続いていくことでしょうー・のの気遣いのエピソードは 彼がただのスケーターではなく、人間としても非常に魅力的であることを示しています。彼のような人物と共演することで、シロタユもまた、自身の成長と新たな発見を得ることができたに違いありません。彼らのコラボレーションは、多くの人々にとって希望と感動を与えるものです。この先、羽生ュー・とシロタユが再び共演する機会が訪れることを心から願っています。 彼らの才能と努力が織りなすステージは、観客にとって忘れられないものとなるでしょう。そして、その舞台が実現することで、彼らの友情と尊敬がさらに深まることでしょう。最後に、私たちファンとしては、羽生結弦と白田優のそれぞれの活動をこれからも応援し続けたいと思います。彼らがどのような形であれ、再び共演することを願いつつ、その日を楽しみに待ちたいと思います。 彼らの持つ気品と優雅さは常に私たちにとっての光であり希望です。